何なの、何なのこの感じ、この空気が一気に熱くなる感じ、もしかしてこれが恋？違うわよしこちゃん、それは夏のドトールのせいよ。恋じゃなくて夏のドトール？夏のドトールはお客さんに長居してほしくないから冷房をとても強くしているの。だから外に出た瞬間空気が一気に熱く感じるわ。恋じゃなくて自律神経がおかしくなるわよ。違うの、それだけじゃないの。夏の扉を開けてドキドキするような感じを毎回味わっているの。よしこちゃん、それはあなた冷蔵庫に死んだ金魚をラップして入れてるせいでしょ。恋じゃなくて死んだ金魚？そう、死んだ金魚を埋めに行かなくちゃいけないんだけど、でもちょっと今は時間ないから、とりあえず夏だから腐らないようにラップして冷蔵庫に入れたでしょ。それであなた冷蔵庫開けるたびに死骸なのか食材なのかわからなくてドキドキしているのよ。違うの、ドキドキするだけじゃないの。時間の流れが早く感じるの。よしこちゃん、それあなたツタヤの延滞金よ。1週間1本100円でツタヤ借りてきて、1日延滞したら300円かかるの。そうしたら3週間分借りれるお金でしょ。1日経っただけで3週間分を味わうってことになるの。ツタヤの延滞は重罪。さあ2日目の開店前にお店のポストに投函しなさい。そうしたら1日分だけでいいから。